Dynamite Kid の復活、そしてデストロイヤーの引退、ザ・デストロイヤー引退記念試合を迎えました。東京北の丸の日本武道館です。悪役紹介が入場してまいります。Eigen Haruka選手、そしてすでにリングインしている Inoue Masao選手、そしてしんがりに Fuchi Masanobu選手です。全日本プロレス、今日も日本武道館にプロレスの歴史1ページを刻み込んでまいります。さよならデストロイヤーシリーズと銘打たれました93サマーアクションシリーズ最終戦武道館大会、満員御礼であります。ジャイアント馬場選手が入場してまいります。馬場選手とデストロイヤー選手の初めての出会いは馬場選手のアメリカ修行でした。ロサンゼルス近郊サーキットの時、この馬場選手を車に乗せて回ってくれました。そしてリングではもちろん十分に痛めつけられました。いくつもの思い出があります。ジャイアント馬場選手、今武道館のリング上であります。今日の試合がザ・デストロイヤーの最後の試合になってしまいました。長い間ご声援ありがとうございますというジャイアント馬場選手のメッセージが電光掲示板に映されたところであります。昭和38年発売日以来30年にわたり日本マット界に数々の偉大な足跡を残してまいりました白覆面の魔王ザ・デストロイヤー、力道山、そしてジャイアント馬場と名勝負を繰り広げてまいりました。右手を高々と上げて、あ、今両手が上がりました。そして親友のドン・パドカンと共に今来日であります。その武道館の花道、さらには今日初めて親子タッグが実現いたしました。テレビで初めて実現、カートベイヤー、相談のカートベイヤー、嬉しい記念撮影であります。ファンの中にはデストロイヤーのマスクをかぶって花道に群がっている方もいらっしゃいます。大柄なカートベイヤーが親父ザ・デストロイヤー花道をいざないいます。これがザ・デストロイヤーです。足4の字固めと白いマスクで築き上げた人生がこのシリーズで幕を閉じます。プロレスの喜びも楽しみも悲しみも苦しさも全てリング上にありました。今馬場選手とがっちり握手です。デストロイヤーがマイクを取りました。 Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you the greatest tag team partner a partner ever had, an All-American at Stanford University football. He played football with the Oakland Raiders, my former tag team partner Don今親友のドン・マドカンを紹介いたしました。デストロイヤーとは WWA 世界タッグチャンピオンを結成したドン・マドカンが私の引退を聞いて1965年以来28年ぶり日本へ駆けつけてくれました。このアメリカンフットボール 49ers の花形プレイヤーでもありました左側ドン・マドカン、親友デストロイヤーの引退ということを気づけまして遠く日本に28年ぶりの来日、ジャイアント馬場選手とのスリーショット、そして長男ベイヤーも加わってのフォーショットであります。ザ・デストロイヤー引退記念試合6人タグマッチ30分引退記念試合が始まります。ザ・デストロイヤー引退記念試合が始まります。裏オコーナー235ポンド井上雅雄、全日本のホークです。デストロイヤーはいいお手本になります。井上雅雄明るく楽しくプロレス永遠はるか全世界ジュニアヘビー級チャンピオン淵正信です。裏側コーナー260ポンドカートベイヤー、魔王2世ザ・デストロイヤーの長男です。カートベイヤー300ポンドジャイアント馬場選手が2番目にコールされました。世界の巨人ジャイアント馬場230
デストロイヤーに敬意を表しました。そしてザ・デストロイヤー、白覆面の魔王デストロイヤーです。あ、本部席には長女のクリスさんがそのお父さんの勇姿をカメラに収めようと本部席に陣取っています。この長女のクリスさんも全日本常連外人でありますスパイビー選手と結婚をいたしまして、まあ、ザ・デストロイヤー一家はレスリング以下ということになりました。まあ、その中でも数多い思い出があります日本のマット。今日の相手は悪役紹介フチ・エーゲン、そして井上正夫です。楽しそうな試合になりそうです。今日はこの試合、おなじみ徳光和夫さんと、見て回りたいと思います。徳光さん、よろしくお願いいたします。もうなんか血が騒ぎますね。そうですね、久しぶりにこのデストロイヤーを間近に見て、いかがです。いやもうあれですね、はい、体型とかね、眼光とかが衰えてないんでびっくりしましたね。ああそうですか。もう60過ぎてるでしょ、確か62にこのシリーズになりました。そうですか。息子のカートベイヤーがですね、シャンペンを抜いてケーキを買って、授業中にお祝いをしてあげたようですよ。あそうですか、はい、僕ねカート君知らないんですが、この次男坊のリッチ君っていう可愛い子がね、噂のチャンネルの時よくあのデストロイヤー連れてきましてね、はい、でデストロイヤーさんはつまり人前に出るときは覆面をしてるわけですよね、はい、で人に分からないで行動を取るときには覆面を取って歩く。そうすると分かんないわけですよ、はい、いわゆるただ単にでかい外人のおじさんということになるわけですよ。でこのリッチ君がすっかり噂のチャンネルで有名になっちゃったもんですから、はい、リッチ君を連れて銀座を覆面を取って歩いておりましたらば、すぐにみんなからデストロイヤーって分かってしまった。あ、なるほど、ね、素顔が分かってしまったということがありましたけどね。ユニークな、ね、エピソードですが、今あのじゃんけんぽんして出る順番を決めましたですね。あ、そうですか。はい、そのお茶目なザ・デストロイヤーが先発を勝手でそうです。瞬間にあれですね、はい、ロープに飛ぶあの仕草は懐かしいですか。本当に変わらないですね。さあ今軍が鳴りました。デストロイヤー引退記念試合であります。先発は縁が出ました。おなじみ赤い縁取り白の覆面であります、魔王ザ・デストロイヤー。本当にこの眼光鋭い若林さんね、はい、僕あの、まあ、プロレスをだいたい8年ぐらい担当させてもらったんですけどね、はい、そういった中で本当に戦慄が走ったというレスラー、それはこのデストロイヤーとフリッツ・フォン・エリックのアイアンクローでしたね。デストロイヤーのやっぱり4の字固めっていうのは、はい、かけられた瞬間に実況中継しておりまして、何と表現していいかわからない、つまりかけられた方のレスラーの痛みみたいなものはこっちに伝わってくるという、はい、そういうつまり戦慄が走ったというやっぱりすごい必殺技ですね、このフィギュア4レッグロックは。私なんかは、まあ、その噂のチャンネルで徳光さんがこの4の字かけられている場面、それから日本陣営に入りましたですね、全日本プロレスになってから、はい、そのデストロイヤー、お茶目なデストロイヤーを、あーフライングベイヤー、これも徳光さん懐かしいです ね、そういうものしか見てませんのでね、その戦慄が走ったというのは、いやこれはね、あの僕はもう全くその日本陣営に入ってからのディックは、まあ、ディックさんですね、はい、デストロイヤーさんよく存じ上げないんですけれども、本名ディックベイヤー、ディックベイヤーさんね、はい、ところがあれですよね、タッチしちゃいましたか。あ、どんどん話してください、はい、でもやっぱりその時の初めて初来日いたしました、初来日って言いましょうか、まあ、あの力道山との対戦の時は知りませんが、その後で、まあ、馬場さんであるとかですね、いろんな対戦アクトをやった時の、はい、やっぱりディックがあのまず相手の利き足を取って、はい、ロープの一番下の段ですね、はい、3段目のロープにかけて、はい、で足を痛めておいて、相手の動きを止めてから素早く本当に1秒以内0コマ数秒っていう早いんです ね、速さで4の字に入る、あの時は本当にあれですね、体全身にこちらもなんか痛みを感じてしまったってことありましたね、はい、あそうですか、お父さん譲りのあれですね、フライングメイヤーやるんですね、そうですね、カートは、そしてそれを優しく見守るデストロイヤー、父親の、ね、表情が今あ見えましたですね。まあデストロイヤーはね、今日今湘南のエーゲンもロープと元気、デストロイヤーに負けず元気いっぱいです。この湘南のカートと、まあ、テレビで初めてチームを作ったデストロイヤー、実は緊張しているんだという話をねしてました。そうかもしれませんね、はい、それがまあ父親の本音かもしれません。エーゲンですか、そして井上も今ダブルの4の字見せましたね、スピリングトーホールドみたいな形で、ちょっとそんな感じでしたね、完成でしたですね、
のデストロイヤーのあれですよね、長嶋さんのいわゆるピッチャー系統の方程式じゃありませんけども、はい、4の字固めに行く方程式があるんですよね、デストロイヤーはね。相手の足を一旦痛めておいて、はい、それでそれをさっき申し上げましたロープの3段目に置いて、はい、それで、お尻を落とす、そう、お尻を落としますね。僕技の名前忘れちゃったんです。ドクビスさんは4の字かけられましたですね。もうこれはね、若林さんかけられたことない、デストロイヤーさんにはないですか、あのくるぶしとね、それから膝頭、要するになんていうんですかね、お皿の内側の部分、はい、それから太もも、これに激痛が走るんですよ。でその痛さが本当に脳天に抜けていくっていう感じです、はい、それはあの今今日は徳光さんがご長男もあの会場で見てらっしゃるんですよ。うちは次男坊なんですけどね、明日授業参観があるとかなんかセレブで言ってましたですね。長男の授業参観の前日でしたね、私がかけられたのは。うちではどんな風に言われてたんですか、徳光さん。翌日あの学校行ってすっかり有名になっちゃいましたね。また先生が非常にプロレスの好きな先生で、はい、だからやっぱ親父がやっぱりそういうプロレスの中継してたんで、はい、割と親子の断絶がなかったんですよ、うちは。そうですか。子供の頃、ね、プロに一緒に入ったりなんか言ってしますとね、はい、子供は今のレスラーの話をするでしょ、はい、で僕は昔のレスラーの話をするわけですよ、まあ、それによってこう本当にあれですね、いいコミュニケーションができたって感じ、そのプロレスのおかげですよ。ああなるほど、今ヘドシザースを取ろうとしまして、はい、フチがそれを読みまして、はい、そして、ザ・デストロイヤーが今度はとばかりにするりとうまく頭を抜けて、そして今グラウンドに入ったところですが、ロープブレイクになります。あの茅ヶ崎の方にもなんかお邪魔、あの今戦っております、はい、フチ君とね、デストロイヤーというかジャンボ鶴田さんと、はいはい、この3人が茅ヶ崎のあの青果市場でレスリングがありましたからね。馬場さんが出ますね。出ますね。さあジャイアント馬場、ワールドリーグ戦インターナショナルヘビーインタータック、その王座を争ってまいりましたが、さあそのデストロイヤーから馬場へのタッチ、エーゲン選手に16本ちょうど16本は一段と早い。馬場さん乗ってますよ。乗ってますね。ココナッツクラッシュを見せてもらいたいな。リキパレスで見せた時のあの凱旋帰国の時のね、ココナッツクラッシュ、あこれだ、ショルダーアタックです。いやあのショルダーアタックがすごいんだ。メフトボーラーですからね、シアトル大学時代の、はい、さあパスかけ、カートと知った、さあ徳光さん行ってみよう、何年ぶりですか。ごめんなさい、思わず興奮しちゃって、あとデストが出てきたんで、もう一回やってください。いやいやいや、お願いします。いや楽しい明るいプロレスであります。でもこの明るく楽しいプロレスの元祖がやっぱりザ・デストリアかもしれません。そうですね。で茅ヶ崎のあのお話なんですが、聖火市場行って、聖火市場、その帰りにね、デストリアがなんか日本製の小型自動車に乗って、はい、3人の男が日本へ来たんですよ。もう近所の子供たちが喜びましてね、もう知らない子供たちまで集まってきたことだったんでありますけどね、その時ももう子供たち一人一人に対して、はい、デストロイヤーが実にいいサービスをしてくれるわけですよ。あ、だからその子たちももうすっかり成人してますけれども、はい、本当にいい思い出になってるんじゃないですかね、彼らにとって、ね、日本にね、もう馴染もう、あるいはこの理解しよう、自分から進んでという気持ちがこうデストロイヤーにあったみたいな、ね、そうですね。ですからまあ全日本プロレスはプロレスの本流ですけれども、はい、その本流を支えたやっぱり礎の一人にデストロイヤーっていう名前が挙げられるんじゃないですかね。なるほど、まあ、日本式の木のお風呂が自宅に2つあるそうです。あそうですか、はい、このジャイアント馬場選手とは、先ほどもご紹介ワールドリーグ戦インターシングルインタータック王座を争った中でありますが、昭和48年この馬場選手の軍門に下った後は、日本テレビ噂のチャンネルで人気タレントになるとともに日本陣営に加わって馬場選手と夢のタッグを組みました。今日また実現したわけであります。6年間日本に住んでいました。さあ見せてくれフィギュアフォーレグロック、ちょっと行きましょうか。その呼びかけ帳の実況で一つ。本当にこの若い選手にあの自分の必殺技を持つというのはいいお手本ですよね。そうですよね。バックドロップですね。バックドロップ、はい、関節落としですね。そうです。今度はカートベイヤーです。デストロイヤージュニアの称号を、そして白覆面をこの息子に送りたいと話しておりました今日のデストロイヤー、まあ、そうしましたらこの長男のカートベイヤーは、いやいやもっと修行して、そうですね、1年ぐらいアメリカ、これヨーロッパ、これから修行して力をつけてからその マスクをかぶりたいです、話してくれました。あ、さあ飛ぶか。お父さんより大きいんですよね。すごい、この大きい体でたくさん飛ぶんです。いやどうです、2メートル20センチありましたね高さ。そうですか、
この思い切りの良さがカートベイヤーの心情でもあります。父親譲り。それからのベテラン選手にとってもこれはデストロイヤーの頑張りというのは励みになるでしょう、ね、そうでしょうね、それはね、はい、カバーに来ました、井上正夫。このカート君はいくつなんですか。カートはですね、まだ20代ですか。そうですね、いや32です、32です、はい、ちょっとデストロイヤーが初めて日本に来た時っていうのはやっぱりそのくらいですよね、昭和38年38年ですよね、はい、その頃のやっぱりデストロイヤーの動きからしますとやっぱりカート君はまだまだ未熟ですね。ものすごくシャープでしたもん、やっぱりデストロイヤーのプロレスは。さあ4の字プチ、やはりかける方はねほらお前じゃ遅すぎるって言ってますよデストロイヤーがそうじゃないんだと、今度は本番だと出ましたね。さあ4の字をかけるか、この親父にデストロイヤーに、はい、カートが教わったのは小学校6年の頃だそうです。ああそうですか、4の字固めをで真似してやってみろって、うまくできなくて足が膝の上に来ちゃうんですってね、交差する足がなるほど、怒られたそうです。あ、はい、まあ、小さい頃からレスリングをレスラーになりたい、親父のカートを組みたいというふうに思っていました。長女クリスさんが心配そうに見ています。さあクイックタッチだ、クイックタッチ、ババとデストロイヤーの名コンビが蘇る日本武道館平成5年ザ・デストロイヤー引退記念試合です。早いですねタッチが、ババさんもよくやりますねレスリングを最後のリングを楽しんでいるようなザ・デストロイヤーです。腕をねじりました、どこで4の字固めの布石が出るかデストロイヤーの歩き方を思い出しましたね。いやー、頂上発進の景色面白い。でもね、本当はもっとゆっくりなんですよ、デストロイヤーの歩き方は。あー、そうですね、井上雅が出てきました。馬場選手はこのデストロイヤーと組んでてね、外人というものを意識したことがデストロイヤーにないんですって。あー、そうですか。あデストロイヤーさんはまたあの発明家でもありましてね、2人乗りの二輪車っていうんですかね、2人が運転できる自転車なんかを考案したりもなんかしたんですね、はい、あのお子さんたちにあれでしょ、はい、教えてるんでしょ、向こうで、はい、アーマレスですとか水泳ですとか ね、そして優しいところがありました、ファイトマネーを持って帰って美味しいものを食べさせてあげて、学生さんたちに、ね、まあ水泳クラブを教えてるもんですから、そしたらその水泳クラブが優勝しちゃったんだそうです。なんかね、心温まる話でね、ってなことをデストロイヤー話しておりました。全日本創世記の労に報いようと、馬場選手も毎年夏このデストロイヤーを招聘してまいりました。いいことですね。ですからデストロイヤーさんもちょうどその教える夏休みの間を縫って、この夏に日本に来日してたわけですね。回転エルボー、フチ、いや、エーゲン、フチを呼んだ。この辺り捕まってしまいました。カートベイヤーです。英字新聞の記者をしておりました。小さい頃からの夢の出会ったそのプロレスラー、これを親父に直訴。しかしお父さんが反対したんだそうです。で、まあ32歳3歳でのデビューということになったそうですね。まあ、プロレスのやっぱりトップの世界によりますと、はい、本当に大変ですもんね。そうですね、パワースラムですとにかくザ・デストロイヤー、このカートベイヤーを世界中連れて歩いていろんなものをミックさせようと。あ、ここらつきます、ヤシの実割り、国民さんどうぞジャイアントバーが凱旋帰国いたしました。昭和39年、今の技は何ですか。あれ何です、何 DDT、 新しい技なんですよ。あ、DDT、はい、これがそうですか。瞬間にこうね、殺虫するというね、瞬間技であります。なるほど、はい、さあ、エーゲンがグロッキー、あ、じゃあ失礼、フチがグロッキーになってまいりました。飛ばす、ここからがデストロイヤー、ドロップキックが出ました。タッチいたしましたな、井上。プロレスの状況も随分変わってまいりましたでしょ。そうですね、だって武道館こんなにお客さん入るんですもんね。ユーミンのコンサート以上ですよ矢沢永吉さんのコンサート以上ですよ、これは、さあ井上チャンスになりました。デストロイヤーちょっと打たれています。いや大先輩が横にいますと緊張しますね。いやいや、もう若ちゃんの僕が実況中継も、徳美さんに前教えていただきましたね、バックドロップ、そのバックドロップという一言で、あ、エアプレンスよしよし、エアプレンスピン、
という一言でそのエアプレインスピンの凄さを、うん、バックドロップの凄さを表してそう教えてくれましたね。また言ったことありましたね。大変失礼なこと言いましたが名人若ちゃんに対しました飛行機だけです。こっからですよ。もう一度どうぞ。いや、もう一度ました。最後は見せてくれました。出ましたね。あれですね、4の字に固めといて、はい、相手がかけてこないなっていう力を抜いた瞬間にスパルと入るっていう、あの切れ込みがすごいんですよ、デストロイヤーのね。4の字は普及ですね。4の字はね、駆け引きですよ、あれ、はい、相手がどういう風に力を抜いた瞬間にスポンと入るっていうね。13分8秒、30年間全くの差別気を見せません。さすがです、ザ・デストロイヤー4の字固め。しかも初めて親子タッグを組んで、そして4の字の共演という、いや本当にありがとうザ・デストロイヤー。長い現役生活、本当ですね。太ももが素晴らしいじゃないですか。ファイトも若いですね。え、数々の名勝負をありがとう。そしてお疲れ様でした。さようなら魔王。足4の字固めを永遠に忘れないことでしょう。デストロイヤー本当に一番永久にプロレスにその名前をとどめていくことでしょう。さあ徳光さん、この後ですね、はい、セレモニーに行きますが、はい、関係者を代表して温かい言葉をデストロイヤーにかけてあげてください。いやいや、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。レジャーニュース、水野社長よりデストロイヤー選手に記念品の贈呈でございます。ただいまリング上では日本テレビマスコミ各社からの記念品の贈呈式が行われているところであります。安藤部長より記念品の贈呈でございます。週刊ファイト松下様より記念品の贈呈でございます。デイリー極まった表情のザ・デストロイヤー、カルオ編集局次長より記念品の贈呈でございます。今日思い出のタッグを息子カートベイヤーと組むにあたって待った甲斐がありましたと控え室で話してくれました。ザ・デストロイヤーです。ジャイアント馬場、そして長男のカートベイヤーに見守られながら数々の記念品贈呈が行われております。アナウンサー、そして今日ゲスト解説をしてもらいました徳光和夫さんより記念品の贈呈です。徳光コールが沸き起こりました。おや、特別四の字固め。さあ大変なことになりましたよ。いや、一時はどうなるかと思いました。本当に素晴らしい表情です。本当にありがとうございました。デストロイヤーさん、どうもありがとうございました。Your figure hold leg lock forever. どうもありがとう。Kurt. みなさん、徳光さんが四の字固めをかけてもいいんですって。お父さんがかわいそうに許してくれるって。おわすのチャンネルビデオあります。どうも。
続きましてベースボールマカニー社社長池田郁夫様より連日特別和夫さんとの本当に愉快なそして思い出深い対面でした。マスコミ各社からの記念品の贈呈が続々と行われております。続きまして東京スポーツ新聞社櫻井編集局長より特に僕にチャンスを与え続けてくれた馬場さん、いつも温かい拍手を送ってくれるファンに応えるためにもイメージが壊れないうちに引退をします、マスクは脱ぎません、ファンもそれを望んでいると思いますと、そのようにザ・デストイヤーは語ってくれました。実は右足首あるいは痛み止めを打ってリングに登ったこともあります。全選手が今リングサイドに陣取りました。そして日本テレビスポーツ局梅垣チーフプロデューサーより記念品の贈呈であります。全日本プロレスそして日本テレビにとりましても本当にザ・デストロイヤーは欠かせない存在でした。まさにそのプロレスの歴史そのものザ・デストロイヤー、長い間本当にお疲れ様でした。8ヶ月にわたるアメリカ初遠征から帰国直前のジャイアント馬場はロサンゼルスである一人の偉大なる覆面レスラーと出会った。当時彗星のごとくロス地区に現れ、あっという間に WWA 世界ヘビー級チャンピオンの座に就いたばかりの白覆面の魔王ザ・デストロイヤーである。必殺のフィギュア4レッグロックを引っ提げて、その年昭和38年5月に初来日したデストロイヤーは今は亡き力道山と日本のプロレス史に残る壮絶な死闘をやってのけ、その名を一躍日本中に轟かせた。この衝撃的な初来日から30年、デストロイヤーは日本を第二のふるさととして数多くの功績を残してきた。全日本プロレス旗揚げ当時のジャイアント馬場との夢の日米コンビ実現をはじめ、アブドーラーザ・ブッチャーやミル・マスカラスらとの死闘、そして1974年から76年にかけて行われた覆面10番勝負では世界のマスクマンたちを相手に覆面世界一としての実力を遺憾なく発揮した。本日1993年7月29日、その偉大なる覆面レスラーがこの日本武道館のリング上で39年に及ぶ波乱のレスラー人生にピリオドを打つ。だが私たちは伝統の必殺技足四の字固めとともに彼の名前を長く語り継ぐことであろう。ありがとう、そしてさようなら、偉大なるマスクマン、ザ・インテリジェンス・センセーショナル・デストロイヤーよ。最後まで超一流の輝きを残して惜しまれながら引退していきますザ・デストロイヤー。長男カート・ベイヤー、その目に涙、多くの夢希望そして勇気をありがとうザ・デストロイヤー。これからは全日本プロレスのみんながそして多くのファンがプロレスの日を守り続けていきたいと思います。全選手が今花道に並びました。長女のクリス、流れる曲はテレビ噂のチャンネルでいつも一緒でした、思い出の和田愛子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた。思い出深い日本に別れを告げます。ありがとう、さようなら、ザ・デストロイヤー。
優しかった。そして日本が大好きだった。さあデストロイヤされて涙の花道です。どうぞお茶の間の皆さん、デストロイヤーの広い背中に拍手をお供えください。ここでしばらくの間休憩時間をいただきます。休憩時間をいただきます。しばらくの間休憩時間をいただきます。休憩時間を利用いたしまして、本日お客様に当たりますサイン入りバスタオル、サイン入りバスタオルの当選番号を発表いたします。またこの当選番号は電光掲示板の方でも合わせてご案内いたします。本日9試合それぞれの出場選手のサイン入りのバスタオル当選番号を発表いたします。